台湾人来的时候都会买一些黑帮的药妆，你要来考考看。日本人的卷奖跟住在台湾三年的抗奖，知不知道这些药妆？我准备了五个。台湾で有名なお薬ってこと？お薬。おはい。みんな来たら絶対買います。台湾で？いや日本で。そう。僕も結構薬飲むんでわかります。え、そうなんですか。ほ。ごめん。はい。若元。人の名前？違います。若元さん。え？聞いたことあるんだけど、おじいさんとかが飲むイメージ。台湾では若い人も飲むって。もう飲みます。え？なんか日本で切ったら絶対買いますよ。ええー。そう。うん。まあお母さんたちに頼まれてるのもありますけど、はいはい、自分も飲みます。え飲まない。ええー。飲んだことない。聞いたこともない。聞いたこともない。見たこともないですか。あ本当に。初めて聞いた。薬局にそんなの置いてあるの？あるよ、ドラッグストア。え、めっちゃトップで置いてありますよ。そう。その外国の方意識して前の方置いてるかもしれないけど、うん、日本人は買わないと思う。へえー、買ったことない。ない。うそ、お母さんも。おばあさんも。ないと思う。ない。没有。没有。竟然没有。じゃあ2個目いきますね。キャンベンジコア S。キャベジね。キャベジコア S。わ、わかる。わかる。これ CM いっぱいやってるから。有名だね。ああ、うん。でも飲んだことはない。私も。知ってるだけ。でもキャベジンは確かにその粉のやつもあったと思うのよ。あるある。で本当に酔った翌日とかにコンビニとかで置いてあって買うとかっていうのはあるかもしれない。薬局とかで逆に買わないかも。へえ。でも日本人だったら飲み会の前に行くからとかさ、あれ飲んだりするでしょ。ウコンは飲む。飲むでしょ。ウコンの力知ってる？知らない。ヘパリーゼとか知らない？バリゼット知らない。うそー。こっちの方がおすすめだよ。なんか日本人がおすすめ。そう。これ飲めばもういくらお酒飲んでも翌日大丈夫。大丈夫。へえ。じゃあちょっと3番目いきます。アリノミン EX プラス。あ、知ってる。これは知ってる。来た。けど、うん、え、飲んだことない。俺これは飲んだことある。ええ。持ってる持ってる。でも、俺これちょっと。年が上になってきてからかも飲むようになった。私飲んでた。いや若い人が飲むもんじゃないよ。サラリーマンしか飲まない。そうそう。日本のサラリーマンの羊。十代から飲むのは信じられない。早いよ疲れるのが。四つ目は万性コラック。便秘にはコラック。え？ある？これって便秘。そう。これってでも女性が使うイメージ。便秘になるのでも。便秘になる。あ、そうなんだ。でもコーラックは日本の主婦の人が飲むイメージだな。確かに。今のとこ出てきたやつはもっと日本の年上の人が使う薬ってイメージが。うん。かもしれない。分かった。じゃあ最後。オロナインエチランコ。ランコ。ああ。オロナインエチ。使ってはないかな。いや AT も使ったことないんですかまさか。AT AT 乳液これめっちゃ有名や。AT の方がなんか台湾でちょっと新しい感じ。オロナインって結構昔からある薬。あそうなんだ。なんか救急箱の中に入ってるよ。そうそうそう絶対入ってる。へえ勉強になりました。なりましたか。はい。